ダスティン・ホフマンはアメリカ合衆国の俳優。身長167センチメートル。クレーマー、クレーマーとレインマンで二度アカデミー主演団優勝を受賞した。カリフォルニア州ロサンゼルスにてセールスマンの父のもとに生まれる。ウクライナからのユダヤ系の地とルーマニアからのユダヤ系の地を引いている。ロサンゼルス高校卒業。ジャズピアニストになる希望を持っており。 ロサンゼルス音楽学校に入学したが、その後医学に関心を持った。彼は音楽学校を落第する前に、サンタモニカ私立大学に入学し1年間学んだ。その間に演劇家は誰も落第しないと聞き、落第を避けるため最終的に演劇家を選択した。ジーン・ハックマンと共にパサデナ劇場で2年間演じた。また彼らはしばらくの間ルームメイトだった。 ニューヨークに移り、小さなテレビ番組の役を含む一連の仕事を引き受けたが、自活するために演劇を一時離れ、教員の仕事に就いた。1960年にはオフブロードウェイで初舞台を踏み、1961年にブロードウェイで初舞台を踏んだ。その後、リー・ストラスバーグのアクターズ・スタジオで学び、ザ・タイガー・メイクス・アウトで映画デビューを果たした。 全世紀時代彼の名声は、卒業での、年上の女性と、同年代の女性との間で揺れ動く、大学生役で高まった。同作の演技で、アカデミー主演団優勝ノミネートを受け、また、真夜中のカーボーイでもノミネートされた。わらの犬も話題になった。その後も彼は、パピヨン、大統領の陰謀などの名作に出演し、俳優としての地位を揺るぎないものにした。 アカデミー賞を受賞した、クレーマー、クレーマーや、レインマンといった作品でも完璧主義者として知られており、それは時に、スタッフ間との確執を生み、制作困難を引き起こすこともあった。1983年には、ブロードウェイに復帰し、セールスマンの死で、ウィリー・ローマン役を演じた。彼は、トッチーや、噂の真相、ワグ・ザ・ドッグのような自らの主演映画を制作した。 パンチプロダクションを経営している。2012年には、初監督作品、カルテット。人生のオペラハウスが、トロント国際映画祭で上映された。1969年5月に結婚した、最初の妻アンバーンとの間に二人の娘カレンと、ジェンナがおり、アンとの離婚後、1980年10月に、リサ・ゴッド制限と再婚した。4人の子供、ヤコブ、マックス、 レベッカ、アレクサンドラとコネティカットに住む、熱心な民主党支持者であり、1950年代のジョセフ・マッカーシーの赤狩りと、カイム・米活動委員会への激しい批判など、しばしば政治的発言でも注目された。ロンドン中心部に位置するハイドパーク近くに、約1000万ポンドの家を所有している。黒柳哲子が大ファンで、哲子の部屋にはホフマンが初出演した。 卒業における若者が年上の女性に恋をするロマンティックでセクシャルな恋愛はネットサイト USC エデュケーションでも話題として取り上げられている。日本の音楽界でもホフマンを題材とした楽曲が存在する。一部のみ掲載する。ありがとうございます。